シュグシュッと先生イルカと一緒に投網やってる人たちが、ああいいですね、すごいのがあって、ドキュメンタリーも本当感動しました。イルカ呼ぶんですよ、コンコンコン、親子でやってきて、やってくれて、一人の船に、うん、あのもうパートナーシップになっていて、その人にしかなつかない、その人にしかなつかない。で、イルカがガーッと追い込んで、うん、そこに人間がバッタ見かけると、うん、逃げたやつをイルカがバカバカって言っちゃうっていう。なるほど。ほんまかいなって、映像を見ながらほんまかいなって思いましたけど、すごい。なかなか良かったですね。最高でしたね。気持ちいいね。気持ちいいですね。これだけで元が取れる。心洗われますね。何もしないのいいね。何もしなくてももう十分という感じ。腹黒さが少し薄まるかもしれない。やっぱあの風、ほーっとやってたら、ちんとこれで終わっていいんだなって。不思議だね。すっごい良かった。海の風じゃないのに気持ちよかった。海の風ってあのべっとりするでしょ。でも気持ちいいですよ。もうなんか温泉に入ったような。海より高原の湖の方が好きだな。まあそれは北海道の人だからなんか生活も変わってた。